お子さんの笑顔のため、そのためには一日でも早く給付することだと。江東区は22日から18歳以下の子どもがいるおよそ5万8,500世帯を対象に現金10万円の一括給付を振り込みで行います。東京23区で最も早い一括給付だということです。区長は安心して年末年始を迎えていただくためと話しています。また。 板橋区は23日からの給付に向けて作業を進めています豊島区や品川区なども年内に一括給付を始めるということです